向いてたんだね。今の方がね、昔、本当に初期の頃が人がたくさん多かったね。よう丸かぶりとか、救助に何人も来る。今の方がむしろあんま少なくて、発電機回す人が多いっていう。すごいやつがいるよ。しつこいやつっているよね。本当よ。なんでそこの発電機無視してこっち来てんの？だから勝てないんだよ。本当に。わけわかんないことやってんだよ。こっちから言わせれば。うまいやつなんて俺なんか無視すんだよ。だって意味ないんだもん、俺がいても。俺のとこに来ても意味ないってことが明確にわかるから。せよマジでよ、治療しろよ。ダメだよな、こういうやつよ。今日のやつがいいんだろうよ、明確によ。ダメすぎんだろうよ、回せよ。俺が見えてないんだろうね、かなりの問題点よ。向こうどうすんの？なんで発電機に群がってんの？みんな。逆だろ。自分たちで責任取れよ。発電機だけ回してる奴らが多いよな、もうよ。3人でやんないと間に合わないけど来てくんねえしよ、もう。どこ行ってんだよ、もうよ。何してんだよ、もう。頭が痛いわ。なのに、ダンバーンさん。なんで来てんだよ。邪魔でしかねえだろうよ。回んねえだろうよ、ずっとよ。
意味ねえだろ、飯田の人がやられたらよ。発電機回してるとこなすりつけられて。全くもって意味ねえだろ。そういうカバーをしろよ。自分たちが生き残るで根本間違ってんだわ。まあ、ただ、釣り回数がまだ1回だっていう、均等釣りって観点からすれば狙われてないんだから、あんたがやられろっていうのはわからない。ああ。何やってんの俺。おい、アスリッチ大作戦がひどい。困れよ。何してんだよ。ダメだよな。もう勝手にしてろよ。もうしてんのみんなよ。おい、どこだよ。わかんねえわ。俺の責任じゃねえよ。焦りすぎて回んねえよ。逆に火のシャンデスバランスバース。エースって早く抜けることなぜか萎えるやつもいる。わかる。それでもやるやつもいるけど萎えてるやつもいる。だから一人抜ける。それで戦意喪失させる。重要な役割がある。余裕があるときね。余裕がないときはもうどうしようもないけど。様子を見て調整することも大事で、だって救助するために必要でしょ。誰か回してるし、遠く、その近く行ってもしょうがないし、他の人が救助しなきゃいけなくなるでしょ。もうなんかセルキアウスとか、もうなんかもう、そんなキャンプでもねえのにみんなこう、治療を求めないんだから。
まあ、今日のラストだからね。もう、あと2分だから、これでマッチング2分できるかって言ってもまあ、綺麗にもうこれで終わりでしょ。あと1分でマッチングは不可能だから。よし。救急箱が、ようやくなんか進んでる。真面目にやればすぐ終わるけど、そんなにアーカイブやることないから、本当にやってたけど。あ、終わったね。やっと2発。長かった。